お座りください。まあでもこうやってね、お二人をお迎えして、二人とも非常にあのジェントルマンですから和やかな顔をされておりますが、でもまあもしも皆さんが二人の立場だったら、そして俺が二人の立場だったらね、俺はここじゃねえと、俺がいるのはピッチだと、その気持ちを重々承知しておりますが、どうかお許しください。さあこの後行われるのは湘南ベルマーレ戦でございます。まあ湘南は J2 の方でちょっとまあ非常に耐えるべきところを耐えた上で、昨年2位通過で J1 の方のカテゴリーに戻ってきました。湘南というチームのイメージみたいなものをちょっと伺いたいんですが、金井選手、湘南のイメージっていうか開幕戦というのはちらりと見ました、横浜との。そうですね、見ました。どんな印象を受けましたかね。まあすごいよく走って、うん、よく守ってカウンターして、多分うちのアサガントスとプレースタイルは似てると思うんですけど、まあすごい勢いのあるチームになって、まあ横浜とかも神奈川ダービーということでね、横浜 F マリノスと湘南は開幕戦当たったわけなんですが、2対4、まあこれはそのままうちの試合になんかこう参考になるみたいなデータっていうのはあったりするんですかね。そうですね、まあマリノス相手に2点取って、こじ開けたっていうのはやっぱりで結構リードしていい時間帯だったので、はい、かかるとなんかもったいなかったなみたいな感じの試合だったんで、うん、なるほど。まあでもすごい攻撃力は2点取れたってことはやっぱり勢いだけじゃなくて、うん、まあしっかりしたチーム戦術があるんだなと思います。まあ昇格組とやっぱり侮れない相手と言えそうですよね、本当。うん、木田選手どうでしょう、湘南のこのイメージというか。緑っていうイメージですか。出た、本当に視覚的ファーストインスピレーション、ね、空の、まあ、見づらいというかフィールドという、うん、どうしようかまだ盛る終わったかと思ったらもう3発目じゃないかな。まあ、うん、湘南っていうことやっぱ、うん、海が有名というなんじゃそりゃまあでもあのもし自身がピッチに出ていたとしたら、どういったところでチームに貢献したいという気持ちが。まあそうですね、自分サイドの選手ということで、うん、相手、まあ、前節の試合見たときに3バックというか、はい、まあ、トス、本当サイド攻撃は強いと思うので、うん、まあ、その3バックでサイドが空いているので、まあ、そこをうまく使っていけば、まあ、前節も4失点して、はい、まあ、得点も取れると思うので、そこを生かしていけば今日の勝利につながると思います。素晴らしい、力強い言葉だと思います。まあ、本当にあの終わってどうなるのか、蓋を開けてみてどうなるのかというところではありますが、まあ、サッカー解説者でもないんですけど、お二人は現役のプレイヤーでこういう質問をするのは非常に申し訳ないと思いますが、とうとうです、勝手ながらの何対何でどういう結果になるでしょう。予想という体でいいんですよ、予想という体でチーム批判にならない程度にお願いします。 3-0 でサガントス。ほら来た、ほら来た、金井選手3対0サガンの勝利。岸田選手どう予想しましょう。僕はちょっと厳しく言って2対1ぐらい。2対1、はい、勝利は我々だと、はい、それは間違いないです。それは間違いない、そういうふうな力強い言葉が出ました。さあということでございまして、湘南ベルマーレ VS サガントス、この後7時3分キックオフということで、6時55分ぐらいになりますとね、こちらの方のモニターの方に試合の方の映像を映し出そうと思います。さあというわけでございまして、金井そして岸田両名にはまた試合中も少しマイクを向けていろいろ戦況などなど伺っていくかもしれませんので、その際はよろしくお願いしたいと思います。では一旦あちらサイドの方に移動の方をお願いしたいと思います。両名に大きな拍手を。さあというわけでございまして、ウィントスエリアの方に行きましょうか。ウィントスエリアの方に行きましょう。さあそうこうしている間にですね、スターティングメンバー、リザーブメンバーの方も発表されているということですので、それでは両チームのスタメン、そしてリザーブメンバーの方も押さえていきたいと思います。